セルゲイ・プロコフィエフの公共曲第4番派長長は作曲者の亡命時代の作品の一つ。アメリカ合衆国で作曲された初版とソ連邦で改作された改訂版の二つの版が存在し、作品番号も異なる。公共曲第3番が自作のオペラ、炎の天使に基づいていたように、本作品はバレエ音楽、宝刀息子の素材を転用している。初版は、 ボストン公共楽団からの創立50周年記念の移植作品として1929年から1930年にかけて作曲され、1930年11月14日にセルゲイ・クルセビツキーの指揮と同学団の演奏によりボストンで初演された。改訂版は1947年に公共局第6番を完成して間もなく着手され、 もはや改作と呼びうるほどに大幅に手が入れられた。初版のいくつかの楽奏は放棄され、残された楽奏が展開された。改訂版は作品の規模とオーケストレーションが拡張されており、25分程度の長さだった初版が40分から45分ほどの長さに引き延ばされている。特に大きく変えられたのは、両端楽章で形式的にも、 内容的にも改訂作業は徹底したものとなっている。プロコフィエフは、この改訂版を、古い素材に基づく新作とみなしており、自ら新たな作品番号を与えた。傑作である、公共曲第5番の後に改作されたため、改訂版がより練られた、公共曲様式を取っていると評する向きも、ある一方で、初版の新鮮で軽やかな魅力を惜しむ意見も見られる。 ジャン・マルティノンが1971年に初めて旧版を録音。その後80年代にムスティスラフ・ロストロポービチが新旧両版を録音して以降、ネーメ・ヤルビア、バレリー・ゲルギエフラの指揮者もこれに追随するようになり、同一の指揮者と演奏団体で両方の版の比較が可能になった。これは CD 時代になって新旧の両方が1枚のディスクに収録できるように、 なったためでもある。新旧両版とも、以下の4楽章からなり、発想記号の違いは見られない。フルートに、ピッコロ、オーボエに、コーラングレ、クラリネットに、ショークラリネット、バスクラリネット、ファゴットに、コントラファゴット、フォルン4、トランペット三、トロンボーン三、チューバ、ティンパに、バスドラム、トライアングル、タンブリン、シンバル、スネアドラム、ウッドブロック、ハープ、 ピアノ、言語部、ありがとうございます。